AQ.AQ.A9 は日本のビジュアル系ロックバンド。2015年までのバンド名はアリスナイン、アリスナイン、アリス9号。2004年に元ファタマのナオと元デルタアークの砂輪が元ギブスのショートトラに声をかけ、後にヒロトが加わりアリス9号、アリスナインとして結成された。その年の9月から PS カンパニーに所属し、 バンド名表記をアリス急号からアリス急号に改める。枠にとらわれない幅広いジャンルの楽曲やファンと共に楽しむことを最大限に考えライブを行っている。最近ではボーカルのみならずメンバー全員で歌うなど新たな挑戦を試みている。そして2018年5月に行われたライブではメンバー全員が楽器を置きマイクを持ち、ついに踊り始めた。 活動初期のバンドのコンセプトは和洋折衷であったため、衣装や楽曲にも和を取り入れていたが、DVD シングルナンバーシックス、あたりからはほぼ全面的に洋を意識したスタイルになり、少なからず変化を遂げた。バンド名の由来は、アリスという言葉が持つポップでシニカルなイメージ、音明堂で最大、最強を示す、キという言葉、そしてこうという漢字の強さから、 ポップさとハードさを兼ね備えた柔軟性のあるアプローチができるようにと名付けられる。この名付け親はショーであり、本人いわく日本発信のバンドであることを示すためにも漢字を使いたかったという。また、不思議の国のアリスから取ったのではなく、長野真由美著の少年アリスという本からインスピレーションを受けたという。しかし、上記のことはスタッフと一緒に後付けで考えたものであり、 実際には、東京アリスのアリスと当時好きだった、アパレルブランドのナンバーナインのナインから名付けたもので、あると語ってる。なお他のメンバーからは、アニータさんや、ロッソなどという候補が上がっていたが、アリスナインが採用された。当初は、カタカナ漢字で、アリス Q という名前にしていたが、初ライブの登録をしに行った際に、坂本 Q みたいだと指摘されその場で、こうを付けたした。 2009年6月以降、アリス9号という表記では、デザイン見せ方が限定され、見せ方の美学を全うできない、洋楽テイストを取り入れているバンドの実情、もともと英語表記のつもりで付けたバンド名、結成5周年という区切りのタイミングで、自分たちを見つめ直す、という理由からメディア露出時の表記を、アリス9に統一する。ちなみに、は、 画家ズ占いの結果が芳しくなかったため、除去。ただし、小曰く、アリス休校。でも間違いではなく、メンバーの目の届くファンクラブ等は変更しなくても、いいのではないか、というほどのラフな感覚とのこと。メンバー全員とも10代前半に、X ジャパンや、ルナシーに衝撃を受け、ビジュアル系に目覚めるきっかけになったと語っている。バンドの兄貴的存在にキャグラ。 ザガゼ絶手が主に挙げられる。特に、キャグラとは、一緒にツアーを回ったり、ミニアルバムの、擬音乗車の鐘が鳴る、花思え無双詩では、キャグラのシンがスーパーバイザーとして、楽曲を手掛けるなど、アリス急行の形成に影響を与えている。クレジットタイトルは2010年の、ストルゲイザーまでは作曲、アリス9、アリス急行となっている。 作詞はすべてボーカルの賞これは、個人が作曲した原曲をもとに、メンバー全員で作り込んで完成させているためである。2011年6月リリースの、ブルーフレーム以降は作曲した本人が載っている。また、正式名称ではないが、ファンのことは主に、9組と呼ばれている。グッズのデザインなどは主にヒロトが手掛けており、ブログ等でもグッズについて触れている。 2014年後から7月、バンド初となるアジアツアーを行った、新鮮、広州、武漢、北京、上海、重慶、アモイ、大中、台北、シンガポールクアラルンプール、香港、ソウル。2014年8月18日21時過ぎに、10年間専続契約していた PS カンパニーと8月25日に契約終了に、 ともない、所属事務所の PS カンパニーから離脱することを正式発表した。PS モバイル等で提供されているアリスナインに関連する全サービスは2014年8月25日20時をもって終了することも合わせて発表された。2015年3月に AQ、A9 として活動を再開し、独自のクラウドファンディングを導入し活動することを表明した。 8月23日にアリスナイン復活公演としてアリシナインイレブンスアニバーサリーライブでバース飛しマイナスをトヨスピットにて開催の後国内ツアーも行った2015年9月28日公式サイトにてバンド名を AQ に完全変更することを正式に発表変更の理由はアリスナインの商標を使用することが 今後の活動の幅に制限をもたらす可能性があることされた。A 級として初の単独公演は2015年12月25日に六本木 EX シアターにて行われた。小広とトラサがなお、なお、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。